皆様こんにちは。住友不動産シティハウス平井担当の安藤でございます。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は共用施設の紹介第3弾ということで、テレワークラウンジ、テレワークルーム、その他共用施設をご紹介させていただきます。それではどうぞ。こちらがテレワークラウンジになります。こちらもご案内させていただけたらと思います。こちらのテレワークラウンジは予約不要で使用いただくことができるオープンスペースとなっております。テーブルの横にはですね、コンセントもついておりますので、充電しながら作業することもできます。またこちらテレワークラウンジではこういった読書をすることができるサードプレイスもご用意がございます。綺麗な植栽を見ながら読書をすることができます。オープンな空間でゆったりくつろぎながら仕事や勉強などができるテレワークラウンジ、午前7時から午後10時の朝早くから遅くまで空いておりまして、しかも無料で利用可能でございます。テレワークラウンジもいいけど、やっぱり周りを気にせず仕事をしたいと、そういうお客様はですね、こちらテレワークルームがおすすめでございます。こちらがテレワークルームの個室になります。こちらは全部で16部屋ございまして、予約することで利用することができます。周囲を気にすることなく集中して一人で取り組むことができる個室ブースとなっております。テレワークラウンジ同様、午前7時から午後10時まで利用可能で、1時間110円とリーズナブルでございます。こちら大規模物件の魅力を存分に生かし、共用廊下も広くデザインされております。開放感を持って生活しやすいスペースとなっております。大規模ならではの緑の多さも魅力だと思います。こちらがポーチエントランスとなります。こちらはですね、車が整備できるようなスペースとなっております。また日差しもついておりますので、雨風さらされることなく車の乗り降りすることもできるような、そんなスペースとなっております。こちらは平置き駐車場となっております。全部で138台のオール平置き駐車場となっております。首都圏でなかなかオール平置き駐車場の採用できている物件は少ないかと思いますので、お客様にとっても素敵なカーライフが送れるんではないかと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。共用施設のご紹介は今回で以上となります。次回はいよいよ島内モデルのご案内をさせていただきます。それでは次回の YouTube チャンネルでお会いしましょう。ありがとうございました。